おはようございます。音楽プロデューサー、そしてグラミー賞研究家のウェルカマンです。日本人初のグラミー賞主要4部門にノミネート、そして受賞されるプロジェクトメンバーであることを夢見て日々活動しております。このミュージックビジネスセッションは、最新の音楽ビジネスニュース、そしてエンターテックのトピックスを僕なりに解説していくポッドキャスト番組となっております。今回はミュージックマン .net よりライブコミュニケーションアプリポコチャ初のグローバル展開として、アメリカでサービス開始というタイトルでございます。 DNA が運営するライブコミュニケーションアプリポコチャは、全米でのサービスを本日より開始しました。ポコチャは2017年1月に日本でサービスを開始し、累計255万以上ダウンロードを記録し、2021年3月期第4四半期から黒字化を達成し、累計で270億円以上の売上収益を上げているサービスです。サービスローンチから4年4ヶ月を過ぎ、初のグローバル展開としてアメリカでサービスを開始することになりました。アメリカでは iOS と Android の両方で利用することができます。ポコチャプロデューサー、水田大輔氏のコメントでは、ライブストリーミングはアジアで非常に人気があります。そんな中、アメリカでポコチャがローンチできることに大きな喜びを感じています。ライブストリーミング人気が他の地域で始まったのと同様のことがアメリカでも起こると考えています。ポコチャがアメリカ市場で多くの人に受け入れられ、アメリカでもライブストリーミング人気が高まってほしいと願っておりますと。今回はね、非常に短い記事なんですが、ライブストリーミングのビジネスに関しては僕も非常に、長い間、携わっているので、非常に知識もあるなと、実績も残しているなということで、ちょっとピックアップしました。ですね、まずライブストリーミングといえば、日本でいうとショールーム、LINE ライブ、あとは17、ミックスチャーですね、ミックスチャンネル、その他にもですね、なんだ、いっぱいあるんですよ。アライブとか、ライブライブライブとか、なんかもうわからないぐらいね、たくさん、ライブ配信っていうのはアプリとしてね、ローンチされました。で、これの一番収益モデルっていうのは、投げ銭ですね。はい、投げ銭で、直接ファンとかオーディエンス、まあ視聴者が、配信している人たち、まあライバーと言いますか、ライバーに、投げ銭を投げることによって、収益ベースが生まれるということですね。で、YouTube がスーパーチャットやったりとか、インスタでも投げ銭機能が出たり、TikTok もやり始めるということで、まあもう投げ銭っていうもの自体が非常にこうオーバーグラウンドして、当たり前の文化になってきましたが、これ4年前にサービスローンチされたということは2017年とかなんですね。でこのタイミングは、配信アプリケーションのローンチブームだったんで、その当時中国から来たステージアライブというアプリケーションの、僕が関西エリアの担当していたりだったりとか、まあ、配信アプリが、まだ日本で話題沸騰になる前ですね、ショールーム一強の時に、非常に中に入って、いろいろビジネス展開していきました。でその辺中からショールームとか17とかミックスチャンネルとかポコチャとか、あとはそのビゴライブっていうね、シンガポールを拠点にしたアジアマーケットで非常に人気のあるユーザー数も2億人ということで、一番多分ライブストリーミングでは大きい、グローバルで大きい配信アプリの、とかですね、その辺のいわゆるそのオーガナイザーとか、言われる立場で、いろいろですね、ライバーのマネジメントを行っていくわけですね。でいろんなその配信アプリの、比較なんかもしながらね、この配信者はこれにすごくマッチしているとか、こういうオーディション企画をやって、まあ、投げ銭が盛り上がればいいんじゃないかみたいな企画とかもしながら、盛り上げをやっていくわけなんです。はい。でこれはですね、まあ、最初はね、非常にクラウドファンディングが日本に来た時にすごく怪しがられたと同じように、投げ銭ってみたいなね、なんや投げ銭ってっていう冷たい視線なんかを非常に感じていながら、4年前とかはやります。僕が従事したのがちょうど2016年の終わりぐらいなんで、まあ5年弱ぐらいですね、携わってるんですが、当時は本当に冷たい目線だったんです。とはいえ一方でアーティストの熱狂的なファンは、ライブに行ってグッズを買うとか、握手券を手に入れるために CD いっぱい買うっていう環境下でないと、その自分を応援してるファンに直接な、資金援助ができなかったんで、
投げ銭自体を非常に喜んだ、熱狂的なファンもいてるんですね。はい、で僕はそういう現場に立ち会ったりとか、あとはその投げ銭自体を白い目で見ているアーティストとかクリエイターも両隣に見てきたので、その真ん中にいながら、まあ僕個人としてはね、もうちょっとそもそも論で言うと、 CD 自体も、まあ、いわゆる10曲12曲入れて3000円で売ってたんですよね。で T シャツとか、グッズとかも売ってるんですけど、これって音楽活動の売り上げになってくるんですが、原価がかかってるんですよ、非常に高い金額の。でもっと言うと、そうやって物を作って売らないと、それで売り上げにならないと、あの双方間で、ファンとアーティスト側の双方間で満足がいかなかった現状が長年続いてるんですね。でもアーティストって本来はいい曲作って、無料で聴いてもらいたいんですよ。いい曲できたよって。でそれをもうプロとして認識してもらうために物を売ってお金にしてたんですけど、投げ銭ってもっと分かりやすいじゃないですか。もちろんプラットフォームの代金とかがかかるんですが、応援してるわって言って、お兄ちゃん頑張れよって言って、例えばストリートミュージシャンのギターの箱の中に、お金を入れるような、あれって何も皆さん違和感ないですよね。あれ投げ銭ですよね、あのアナログの。これのデジタル化なんで何の違和感もなく僕は入れたし、むしろ、純度の高い支援金の方がアーティストにとっては、なんていうんかな、音楽を頑張れる糧になる、何かを経由しているものではなくて、なので非常にこう僕としてはスマートだし、これからのクリエイター、音楽だけに限らずね、クリエイターの方がいい作品を作って、そこにシンプルな投げ銭で活動資金を得れるっていうのは、僕は当たり前のプラットフォームになるってもう5年前ぐらいから思っていたんですよ。それこそ 8,9 年前にクラウドファンディングやってたんで、なので自然な流れで入れたので、その白い目で見てる人と実際こう早い段階からライバーとして活動して資金を、しっかり活動資金を得て、アーティストとして活動活発にしてるっていうのを両隣で見てたんですが、ようやくね、5年を経て一般化してきたと。まあ YouTube の参入が多いんですけどね。で、今回アメリカにデビューするっていうのが、分かったので、あ、またさらにねオーバーグラウンドしていくなということでピックアップしました。で今まではこう歴史の背景とか、これからのビジネスモデルはライバーは非常に重要だっていう、まあ、YouTuber の次はライバーと思っています。分かりやすく言うと広告収入から、ダイレクト課金になっていくっていうことを、まあ、YouTuber からライバーになるっていう言い方をしているのと、まあ、ほぼ意味合いは一緒なんですけど、投げ銭が当たり前の文化になってきますし、もっと言うと、ここからはビジネス的な話なんですが、実はこのライブストリーミングって非常にこうサーバーの容量を使うんですね。もう生で、かなりのデータ量を発信してるんで、はい、あとそのサーバーに関してのすごい量を使うっていうことと、あとはそのアプリケーションの運営に関しての費用がすごくかかってくるので、プラットフォーム側、アプリケーション側の投げ銭された時のマージンが非常に大きいんですね。でさらに、まあよくある YouTuber のマネジメント事務所ですごく問題になっていたこうフィーですよね。レベニューシェアする事務所とかが抜いていくフィーとかのパーセントとかも、まあ業界ルールっていうのはあんまり決まってない状態なんです。まだある程度は決まってるんですけど、いろんな、試みがまだまだ行われている状態なんですね。でそういう意味ではまだまだライバーマネージメントの可能性はたくさんあるんですが、そういった意味でサーバーの問題とか、そのプラットフォーム側が抜いていくフィーの問題とかが結構、大きくて、なかなかこうライバー自身が食っていくには難しいハードルがあるっていうのが今の現状なんです。で、ポコチャがすごく上手な部分は、他の、配信アプリに比べると中のね、その投げ銭に対してのシステムが、頑張ってる子はいっぱいもらえるけど頑張ってない子は全然もらえないっていう仕組みがすごく明白になってるんですよ。で本来で あれば分かりやすく言うと、投げていただいた、まあ、いわゆる投げ銭の分の売り上げの何パーセントっていうのが入るのが普通なんですけど、ポコちゃんの場合は投げ銭された何パーセントではなく、投げ銭されたものがポコちゃないランキングみたいなものになっていて、てそこでこう費用対が生まれてくるですよ。っていうことは箱の中に入れられて箱の中でランキングされるんで、全体的なバジェットを、まあ、ある程度コントロールできるなっていうことを、まあ、ポコちゃんの仕組みとして入ってて、ここがまあビジネス的に非常にうまいことやってるなと、思いました。要はサーバーとかがめちゃくちゃ食うんで、全然こう投げ銭されてない人に、
その人が毎日配信しててサーバーをめちゃめちゃ食うっていうのはもうスーパー赤字が起きる状態なんですね。なので配信するってことはアピールして投げ銭してもらおうっていう仕組みに、まあ、うまいことマッチしたのかポコちゃんなのかなって個人的には思ってます。これ皆さんのご意見もいただきつつ多分合ってると思いますね。はい。なので YouTube みたいなもう Google が持ってるもう膨大な一個の街なんじゃないかっていうぐらいでかいサーバーを用意していて、てどんだけ配信してもいいよっていうものであればね、ここは耐えうると思うんですけど、まあベンチャー企業としてプラットフォームとして、配信アプリをやってる人たちがサーバー費用と投げ銭のコントロール、その配信、アプリをプラットフォームをこう回転させていく費用対効果で考えると、なかなかこう成功していくのは難しいなというのは、オーガナイザーであり、まあ実際こうアプリ開発者だったりとかそこの、いろんな CEO の方にお話伺った感じでは、そういう風に感じてます。なのでまあ今回は込み入った話で結構突っ込んでいますが、非常に皆さんにとっていい情報になったと思います。なのでこれからこうこの仕組みを通過っていくことで、まあ、ポコチャはアメリカにはどんどん進出していくと思いますが、ある程度は個人的な見解としては人気出てくると思います。ただやっぱり TikTok とか Instagram とか YouTuber みたいなところの大手がバコッとこうシステムを回収しちゃって、バージョンアップしていくので、最終はまあそういったもう大きいプラットフォームの SNS が勝つのは見えていくんですが、その隙間産業として新しいサービスとかを入れながら、まあ、ニッチなファンを手に入れれることができればポコチャ自身が、生き抜いていけるのも可能なのかなというふうには予測立てれます。はい。ということでですね、今回はこの配信アプリケーションっていうものを一回まあ皆さんにお伝えしていきたい中身とか内容とかをやりたいなと思って、このニュースをピックアップしました。僕のロードトゥグラミーというですね、他のポッドキャスト番組では、アーティストの紹介ね、グラミー賞にノミネート受賞されるような、楽曲をピックアップしたりだとかもしてますし、まあ、ホームページブログとか、あと僕がやってる会社ブラッシュミュージックもね活発的に動いてますんで、ぜひそちらもチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。ブラッシュミュージックのウェルガマンでした。